緊張する。どうしようどうしようどうしよう。ちっちゃいね、今から。いやもう心臓が飛び出ちゃいそう。あ、とにかくみんな見守っててほしいの。祈り一個しててほしいの。なんで彼もいないといけないんだよ。もうお願いだよね。これからケンケンに告白してうまくいくかどうかのやつなんだから。そのうまくいくかどうかのやつ、彼はどういう立場でいたらいいんだよ。立場って何も普通にしてたらいいじゃない。いやおかしいじゃん。何が何がって、チャイちゃんが告白するときに後ろに彼がいたら、あの人は何なんですかって言われるじゃん。言われないよね。カリンちゃんちょっと自意識過剰だよね。遠くから見たらカリンちゃんなんて生クリームが飛び出たシュークリームにしか見えないんだから。おお神よ、もしカリの声が聞こえるのなら、このチャイちゃんの告白を失敗にしておくれ。ああ緊張してきた。二重のオーディションの時みたいに緊張してきたよね。よし、 JY パークの心、 JY パークの心だよね。私はあなたのことが好きです。チャイちゃんそれだったらバッチリだ。あ、じゃあこれで行くよね。カリンちゃん呼んでよかった。よしいいぞチャイちゃん、それで行けば必ず失敗する。あ、来た。あのケンケンが体育祭の時にバレエをやってて、そのアタックがすごくて、そのアタックがチャイの心にもアタックみたいな。みんなが高評価してくれたらチャイの恋が実るかも。それとチャンネル登録もしてくれたら実るかもしれないね。うん、それならきっと実るかも。